兄さん、今度マッスルくれないさんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら？え、いや無理無理、急にどうした？ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょ。それにスティークスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。